ポポポポポポディジューポ、みんなでディジューポ、楽しいディジューポ、健康ポ、あ、間違った、健康ポ。はい、ということでこれはね、みんなのディジュポ健康法特別バージョンになると思います、うん、ということでね、今日は役者、はい、そうですね、役者役者ですよはい、俳優、男優、そうですね、いろいろ言い方ありますけどね、はい、石井、よろしくお願いします。石井と申しますね、あの、ね、僕はこの間の、 泉ひなさんが、うん、あの脚本を書かれて出演もされたバーレスク、はい、なんだ、海の旅人、海の旅人バーレスク、バーレスク、はい、これにちょっと僕もね、ディジュリドゥで関わらせていただいたり、ね、ありがとうございました。お稽古の時からね、うんうんうん、邪魔してるのか何しのか分からないような存在で、助けていただきまして、お付き合いさせていただいて、はい、イッシーがね、なかなかユニークなこの警察官どうも警察官もやりの、そうですね、まあ、いろいろやってたよね。いろいろやりました。何やったの？あとはその無感情感染者の一人、そうそうそう、そうですね、ダンサーもやってましたねこうやってそうそう、これあのサッカーのユニフォーム着て、あ、そうそうそう、あとゴミ袋着て、そうそう、捨てられた感情の何役だった？孤独です。孤独だったのか、はい、あの時のね、意思のって声がね、めっちゃ怖くてさあ、本当ですか？俺ディジュリドゥつけた方がいいよって思ったけど、なくてもいいんじゃねとかって、なんかディジュリドゥの音なのか、イッシーの声なのか、ちょっと低い ね、そうそう、ちょっと振動させた感じの、いや、やるわ、なんか、いや、やらせていただきました。どっちかっていうと、はい、コメディが多いの？そういうわけでもない？コメディ、あ、でもコメディをやる半々ぐらいですかね。結構シリアス系も好きっちゃ好きなんですけ ど、まあコメディを当てられることが多いですね、はい、なるほどね。だって面白いもんいや、そんなことないと思うんですけどねそんなことあるわあの警察官だってさ、はい、僕の友達が見に行ってて、はいはいはい、あの警察官が一番良かった。ありがとうございます。ありがとうございます。助かり、嬉しいです、とても嬉しいですいや、あれは存在感あるわ、だって本当本当よかった。 あれに似てるって言われない？あの、金ちゃんに似ててた、金ちゃんに出てた、金土に出てた、あ、まあ、どれですかね、あの、何人か言われたこと、役者さん、あのね、はい、ね、金ちゃんの出てた、あのいい子悪い子普通の子の中にいた、どれですかね、もういいわそうですね、ちょっと個性派俳優系のとか、ね、なんか芸人とかよく言われますよね、そうそうそう、芸人はやるつもりないの？特にないです。あ、そうか。あの、竹中アナウンサーなんて芸人から出てたんですよ。あ、そうなんですね。若いから知らない。最初ね、あの、昔、あの、そういうちょっとしたバラエティ番組があったんですよ。うん、銀座ナウとかね、はい。そういうのに、あの、学生の頃からモノマネで出てきたんですよ。へぇー、ジャッキーチェンの名前はなんだ？ジャッキーチェン。ブルース・リー、ブルース・リーの真似したり、はい、チョワチョワとかってやったりなんかあの「マジュー・ザ・グレー」って感じで「マジュー・ザ・グレー」あの「原田一緒になるんで」って「変わってないですけど」みたいなとか、あの酔っ払いの真似とかね、あの笑いながら怒る人とか笑いながら怒る人ね、いいですね。そうそう、酔っ払いで、あの電車の中で吐きそうなんだけど我慢してる酔っ払いの役とかねそんなんやって、ドッカーンって受けて、はいはい、でご本人はまあまあ役者やりたかったんだろうね。役者になって、これで映画監督されるようになって、ドンと出てったっていう。最初だからコメディアンですよ。コメディアンっていうかお笑いですよね。はいはい、だからその、まあ、昔から知ってる人たちはもう直人さんはコメディアンで出たよねっていうのは知ってる。まあ今の人たちは知らないよね。そうですね。そういうイメージはないですね、今。あの、最近はまあ本当にちゃんとって言っちゃいけないけど昔はね必ずなんか入れてたんですよ、内藤さん。何かしらなんかあの映画のシーンでもはい、はい、いや、それがまた面白いから監督使っちゃうっていうね、はいはいはい、なんか最後にこう
って学生お前下手とかってやっちゃったりするんでアドリブでね、そう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 入れちゃうんですね。それが面白い。そういうタイプではない。そういう全然私はもうあのもう台本通り演出通り忠実にやってると思います。本人はね。本人はね、ね、思ってます、思ってます。はい、どう思ってるか分かんないですけど。舞台が多いの、映像が多いの？舞台ですね、基本的には。それは舞台が好きなの？そうですね、好きです。僕ね、実はね、うん、高校の時演劇部だったんですよ。あ、はいはい、それで、僕愛知県の一宮っていうところで、で高校演劇って大会があるんですよ、まずね、はい、市大会があって県大会があって、市大会ねえわ、県大会があってで中部地区大会っていうのがあったんですよ、はい、僕高校3年の時に金沢で中部地区大会があってでそこで主役やってたんですけど時代劇でね、はい、あのプロの演出家の先生が審査員で来られてて全国大会には行けなかったんだけど、はい、名指しでプロの演出家の人にね褒められたんですよ、ちょっと自慢ね、いいですね高校演劇を逸脱した素晴らしい演技力だったああ僕ともう一人うちの部長とね2人が、はいはいはい、ところがチームワークがなっていないので全国大会には行けませんって言われて、うん、芝居ってチームワークでやるんですかって一瞬思ったんだけどはい、はい、まあまあそれが高校演劇なんやな、そうですね、なるほどって思ったんですけど、うん、まあ、やっぱりね、ああいうコンテストはほら舞台装置がどうじゃとかさ、そうですね、そんなとこまでこう見るんでしょう、はい、多分ね、うん、そうだと思います。それで結構毎年行くところは私立の高校ですよ、お金は。ああそうですよ ね悔しいなって思ってでそれで僕は役者になろうと思って東京の大学に来て、うん、まあ、ちょっといろいろなことがあって家庭の事情もあって、まあ、諦めて違う方向で、まあ、エンターテインメントやっていこうと思って、うん、あのまあ、突然ライブとか突然一人芝居やる喫茶店やるって思って、はい、実際やったんですよ、はいはい、29の時からやって、うんうん、あの突然ギター持ってきて突然ライブとか始めたりいいですね。でその時の社員に一人ね、やっぱりあの映画作りたいっていう夢を持ってたっていうのがいてね、で本人もちょっとエキストラで映画に出てたりして、うん、あのなんかやってたやつがいて、でそれでちょっと芝居ができるから2人でエチュードで即興でさ、はい、突然芝居やりますとかって言ってお客さん前で出てびっくりするね、お客さんびっくりしますね、なんか照明ちゃんと当ててさ、ほいで明日開店する、この店が開店する、はいはい、そいつが社長で僕が社員みたいな設定で始めたりこうやるわけですよ。それで結構ドッカーンって受けて、いいじゃんとか思ってたんだけど、でその後、まあ、ディジュリドゥという楽器でね、このディジュコの方法をやってるんですけど、はいはい、まあ、演奏を23年前から始めて気がついたらミュージシャンになっちゃってたんですけどその前に、まあ、30の時に僕映画作っちゃったんです、1988年にロケをして89年に完成して、はいはいはい、1990年に全国7大都市の東方系の劇場であの劇場公開したんですよ、はい、あの東京はね、あの閉館しちゃったスバル座っていう、あの有楽町にあった、あそこで1ヶ月、古尾山里主演だったんです、亡くなっちゃった古尾山里ね、うんうん、で井筒和之監督で監督していただいて、あのまあ、あの海外の映画さんにもいくつか出させてもらって、それが作っちゃって、まあ、もう会社倒産しちゃって、その突然ライブできるあのカフェも閉じてしまったんですけどね、まあ、その後、まあ、いろいろあって、それでディジュリドゥに出会って、まあ、ミュージシャン研究者になってたんだけど、その映画のプロデューサーっていう肩書きが30からついたもんだから、はい、まあ、映像の仕事もねいろいろしてて、はい、それで僕は舞台役者っていうか、まあ、プロじゃないけど高校の時舞台の芝居をやってて、はい、そうですね、映像の方の役者さんバカにしてたんですよ。あ、はいはいはい、だって舞台は取り返しつかないじゃん、始まっちゃったら。そうですね、完全に今カットもう一回ってできないでしょ。そうです、そうです。でもセリフ飛んじゃったらもうあっちろになっちゃってフリーズしちゃうし、ただまあ演出家を裏切ることはできるよねたった1回の本番だったら。そうですね、それでなんとかなっちゃえば、やっちゃえみたいな、後で何言われようがいいわやっちゃえってことできるけどそうですね、映像はさいくらでもやり直し聞くじゃん、はい、だから、うん、そんな簡単やろって思ったわけですよはい、甘かったなぁいやもう
ね、プロデューサーの肩書きがあるもんだから、はい、キャスティングプロデューサー、はい、ちょっと俺も出してくれ、はい、っていくつかちょっと映画にもちょっと出たりしてるんですよ、はいはい、まあ、ちょい役なんだけど ね、でセリフのある役とかもやってさ、ほいでこう、はい、じゃあシーンいくつやりますとか、カットいくつ、はいっつってやるじゃないですか、はい、カット今あの小島さん良かったんでもう一回同じことやってください。で何々さん何々さんちょっとここからところで同じことやれって俺出てくれてねえわとかって。そうなんですよ、ね。あれきついよね。きついですね。え今僕どうしました？そう本当に。どうしました？みたいな。いやそんなこと自分で覚えといてくださいとか言われてさ。それきついわ。あれねあれはあれでやっぱり大変だよね。大変ですね。あとさ、まあ。舞台の場合その時系列が例えば過去に戻ったりするのは、うん、まあまあまあそれでもいいや、はいね、映画の場合はさエンディングから撮ったり、まあ、そんなことはないにしても、ね、例えば恋する2人がさ、うん、別れるシーンから撮られた日にはさ、そうですね、出会ってねえやまだみたいな、ね、そう現場によってはそういうこともあるよね、ありますね、予算の都合でとかさ、うん、これ順取りしてってくれれば一番いいよ、はい、だけどそんなことできるわけないじゃん、うん、だからさああいうの見てたらさ映像の役者ってどうやって話してんのって思っちゃったな。確かにね、はい、面白いは面白い。面白いですね。どういうところからその今役者になって なんで、あ、何きっかけ。最初は声優を目指して専門学校に入ったんですよ。スーパーじゃない声優ね。スーパーじゃない声優をボイスアクターの方ですね。どこの学校に入ったんですか。日本工学院八王子専門学校。ああ、そこでロケしたことある。あ、本当ですか。あ、そう、めっちゃ綺麗なところ。そうそう、素晴らしいところ。すごいです。ロケに使わせてもらいました。ありがとうございます。あれも、はい、蒲田にあるでしょ。あります、あります。あっちに声優のコースができたでしょ。あ、あります。知ってる？はい。あの、神谷さんが。はい、そうです、そうです。その時僕、神谷さんとその工学院の契約書僕が作った。うんうん、あ、そうなんですね。神谷さんに頼まれて、その頃ね、ちょっと声優さんと一緒に仕事することもあって、はいはいはい、まあ、そういう会社にちょっと関わって、僕は実写版のプロデューサーだったんだけど、はいはいはい、蒲田のその工学院のスタジオあるじゃん、はい、あそこを借りてあの CS のね番組作ってた、ディレクターとかプロデューサーやらせてもらう。だから工学院はね、まんざらでもない関係、そうなんです。だからそっか、八王子にスーパーシーンね、八王子の方に、はい、巨大な、いや本当だもんね、建物がね、そう、あそこでねロケさせてもらいましたよ。ああ、で声優になろうと、なろうと入って、うん、で1年生の時は全員あの舞台方面のお芝居を学ぶんですよ。ああ、まあ声優でだろうと、ね、はい、そりゃそうだ、そうです、そうです、うん、で2年生に上がる時に、まあ、声優コース舞台コースみたいな選択できるようになって、はい、はい、まあ一応そこで、声優コース選んだんですけど、うん、まあ、ちょっとなんか挫折して、心の中でまだ在学中ですけど、なんかちょっと声優無理だなみたいな感じになっちゃったんですよ、授業の中で。ただそこであの1年生の時も2年生の時もたまたま講師のしていただいた方が一人いて、どなた、あの大畑ゆかりさんっていう人なんですけど、でその方がやってる劇団に結果的に卒業して入ったんです。あー、で顔出しの方になったと。そうですね。でそのまま舞台をやって、まあ、10年間結果的に在籍しまして、うん、で劇団辞めてからフリーで東京で活動してるっていう。あ、フリーなんだ。今はそうですね。はい。なるほどね。え、なんで声優で挫折したって、何が挫折の結果？なんですかね。まあその同じ授業を受けてる生徒とか。のなんかまあ評価とか比べたりとか、まあ、あとなんか結構性格的にあの引っ込み思案系なので。誰が？私が。なんですって。なのでそうそう、そういうことにしておいて。申し込みなんですけどね。あ、そうなんですね、はい、そういうことにしておいていただいて、はい、なんかまあまあなんだろう、影響あるのか分かんないですけど、とにかく、うん、あんまり評価も上がらずに、はあ、自分でやっててもなんかうまくいかないなっていうのを繰り返していって、うん、もう夏休み頃にはもう、うん、まあ、目指すのをやめて就職とかしようかなって思ってたんです、うん、あ、声優だ、まあ、そこに俳優ということもなかったわけですね。なかったです、なかったです。ああ、そういうことか。あ、なるほどね、はい、役者もやめだみたいな。もうやめて普通に就職しようかなみたいに考えてたら、夏休み入る前に、うん、その大畑ゆかりさん、うん、
に、その夏休みの間ちょっとお芝居やるから見に来ないって言われて、そうそう、あの、まあ、授業の中でとかで、で見に行って面白いなと思って、うん、まあ受けるだけ受けてみようかなっていう感じで入団テストというか、なるほど、受けました。ごめんなさい。ほいで受かった、はい、そうですね、たまたま全然うまくいかなかったんですけど、たまたま拾っていただいて、役者になったと。はい、なんかずるずる、ね、まあ、出会いですね。はい、そうです。それもね、その大原さんという人との出会いっていうことですね、はい、あのね、昔ね、その、まあ、声優さんの番組を僕、あの CS のね、バンダイのチャンネルのオタックビームっていうチャンネルがあってそれがあのディレクタープロデューサーやった時に、まあ、確かね、神谷さんだと思うんだよな、言ってた。声優は片翼の翼で飛ぶんだよ、うん、顔なしの役者は両翼の翼で飛ぶんだ、だから声優はね、片翼でバランス取らなきゃいけないから顔なしより難しいんだよとかっていうようなことをおっしゃってましたが、どっちが難しいとかって、まあ、どっちが難しいと思うんだけどそうですね、まあ、声優さんはね、だってマイクの前でこうやって本を全部やるわけでしょ。そうです、そうです、そうです、泣いたり笑ったり怒ったり、そうです。しかもそれを映像の、まあ、キャラクターなり、ね、合わせてさ、洋楽とか、そう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 です、その間に喋らなきゃいけないとかさ、そうです、そうです、大変だよね大変だと思いますよ。顔出しもきっと大変だよね顔出しも大変っちゃ大変だけど、違う大変さあるよね。あります、あります。あれ見ててよくやれるよなって。でも顔出しもアフレコってやるじゃん、はい、まあ、あれはそっか、自分がやってるやつに後でつけるから別にそんなには難しくないのか、ね、まあ声優ってすっごいなって思ったりしたわ。でも最近の声優さんっても顔も出すし歌も出すね。そうなんですよね。そう、栄がなくなって遠近両用の眼鏡みたいなのさなんか栄がなんか発揮してないよね。そうそうです、そうです。もう今だからもろ 100% 声優っていない。そうでもないか。そうなんですかね、うん、最近出てきた方はやっぱり、まあ、顔出しありきな感じがしますよ ね、 ね、うん、面白いなまあまあ、こうディジュポ健康、みんなのディジュポ健康なんだけど、はい、もうついついね、僕もそういう道を目指してたこともあったりしたから、こうちょっとその辺の話も熱くなっちゃうんだけど、まあ、強いてディジュポ健康に結びつけていくとすればさ、はい、これディジュポ健康法って、そのまあ呼吸法でね、腹式呼吸でっていうのもあるけど、はい、こう喉が開くんですよ、要するに。声帯、要するに発声に関わる筋肉ってなんかね、はい、前にね、あのオペラ歌手の人がね、ソプラノ歌手の人がこれ体験してくれてね、はいはい、その時にね、買いますと、はい、どうしたんですかって言ったら、いや、私ね、本番の前にね、1時間かけて、あの人間は発声するのに300から400の筋肉を使うので、これ全部ほぐすんですよと、はいはい、どうやってほぐすのと思ったけどこうやってほぐすんかなと思ったけど1時間かかるところをこれをやったら30分で済みます。え、それでも30分やるんだとかって僕歌番組何もしないよって思ったんだけどした方がいいのかなって思ったんだけど、だから喉が要するに筋トレで声帯に関わる、発声に関わる、はい、あの筋肉が鍛えられていくと同時に緩むんだと、うん、そうだよね、はい、硬い筋肉じゃさ、そら喉締めちゃうからさ、喉開けて腹から声出すっていうことが普通にできるようになる。うん、これはね、あのいろんな声楽家の人とかね、うん、それこそ役者さんもそうだけど、あの、まあ、泉ひなさんがね、ディジュポ健康法をやってくれるようになって、はい、原田大二郎さんもやってくださって、うんうんうん、うち の、 あの朝のズームのね、あのレッスンにも原田さん顔を出してくださってね、はあ、あの上丹田、中丹田、下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 丹下丹田、で高丹田って、はい、これがね、これをやってるとね、全部がね、こうできていくんだよって言ってくださって、まあ、そのまさにその気功の人とか呼吸法の人もそれは言ってるん で、 でそれと同時に、まあ、声がよく出るようになっていうのもあるんで、ん、はい、僕ね、本当これ芸能界でもね、芸能界でもねっていうか、まあ、役者さんとかね、はい、歌ってる人とかね、やってほしいなってずっと思ってるんですよ。あの講演家の先生もね、例えば1日に2公演3公演すると、うんうんうん、もうだんだん声が出なくなるんだよって言うから、はあ、あこれやったらいいっすよと、うんうん、僕なんか1日5ステージやったことあるからね、ライブ、まあ、全然へこたれないですよ。へえーうん、すごいですね。だからなんだろう、自然でね、僕ね、まあ、今
60ちゃんちゃんですけどもうじきもうあと 1,2 ヶ月で64歳になるんだけど、いまだにね音域広がってるんですよ。で音域が上がってきてるんですよ。でそれありえないって言われるの。そうですね、ありえないって言ったってありえてるわけだから、まあ、20歩これしかやってないんで僕は、うん、やったらいいのにねって思うわけですよ。だからあのカラオケ習ってるおば様とかね、コーラス習ってるおば様がね、大体これやり始めて 2,3 ヶ月すると先生褒められる。また声出るようになったね。なんで秘密、なんで秘密、ね、実はメジャーデビューしてるボーカリストもね僕2人教えてるんですよ。まあ、その続けてやってるかどうか知らないんだけどやったらいいのにと思うんだけどね。だから、まあ、まだ一子はね、そうですね、まだやってないんで、はい、見たいと思うんですが、まだできてないので、ぜひねあのこれを機にね、はい、ちょっと体験してもらっていいなと思ったら取り入れてもらえたらいいなと思うんですけど、はい、あのそうそういろんなね本当大御所の方もね、名古屋で天野静雄さんって、天鎮さん天鎮さんって言ってもう80過ぎた大御所の役者さんもこれ体験会やってくださってね、はい、あこれいいね、うちの劇団でもね取り入れたいわっつって、何回電話しても出ないよね聞いたらあの人電話出ないですよどうなんすか、結局それはね実現されてないんですけど、まあ今後ね本当そういうところでもやっていっていただければ、でなんかやってたらついでに健康になっちゃった、いいそうですね、ついでに健康になっていいでしょ、ついでに大事ですねだって体資本だもんね。いやそうです、本当にあの本当そう思うんですよ。まあどんな仕事でもそうなんですけどね、特にやっぱり役者さんとかね、はい、穴開けれんもんね。そうですね、代役聞きますよなんて役者になりたくないもんねそうです、そうです、あなたしかできないですよ、じゃああなたがいないんじゃこの作品を成立しませんね、つぐらいのね、なりたいよね、そうですそうです、うん、なんじゃないいくつだっけ、今30ちゃんちゃいです俺より30か半分じゃん。そうですね、大体そうだよね、ちゃんちゃいちゃんちゃい、どうもどうも、まだまだ、じゃあこれからですよ、僕なんか40からだから、ね、ミュージシャン、あで23年やってますってすごいですねって言って、40からだから、これねチャンジュチャンチャ言ってね23年やってますと10歳からまあいつ始めるかはね、まあそれは ねタイミングなんであれなんですけど、今後じゃあどういうなんか、どういうこう作品にどういう作品に出会いたいとか、どういう出会いたい役者になりたいとか、いや本当にまあ今までもなんかその普通に舞台活動とかそういう役者以外にもいろんなことをやってきてはいるんですけど、基本的に何でもやりたい、マルチでね、そう何でもやりたいんですよ、やりたいことは全部できるようにしたい人なんで、すごいねいやなかなか実現できてないんですけど、まあ、お金のね、とか時間とかいろいろあるんで、まあ、それこそ音楽もやりたいし、ライブとかもしてみたいし、まあ、お芝居系で言ったら、まあ、一つなんかちゃんと映画とかドラマとかに出てみたいとか、あと数少ないあのやってみたい役っていうのがあって、それはあのレ・ミゼラブルのジャン・バルジャンなんですけど、まあそういうどんな役どんな役、あんまりね、社会で役者目指してたあのなんか帝国劇場でよくやってるんですけど、レ・ミゼラブルっていう作品を、それは知ってる、はい、その中の、の主人公です。あそういうことか。そうですそうです。ちょっと歌ってミュージカルなの。ミュージカルです、ミュージカルです。そうそう、あのジャン・バルジャンなんかすごい、体はちっちゃいんですけど自分、体さえ大きくなればなんかすごい、なんだろう、分かるというか、その感情的にはすごいなんか近しい感じでできそうだなっていうのがあって、なるほど、ジャン・バルジャン、ジャン・バルジャン、ガンバルジャンやってみたいなっていう思う数少ない役の一つですね。聞きたい聞きたいってリクエストは、いやいやいや、なんか全然歌とか覚えられないので大丈夫です静かにして、やめてください、やめてください、分かった、大丈夫、大丈夫、大丈夫です次回じゃ、あのそうそう、あのちゃんと ね歌も習ってから、はい、頑張りたいと思います。なんか気あるの？いや全然やれないです。あ本当だから、もう学校授業でやったリコーダーとか、あーもうそれぐらいの記憶しかないんですけど、ともやってみたいのはずっと思ってて、一緒にね、皆さんこの意思応援しましょう、ね、よろしくお願いします。頑張るじゃん、頑張るじゃん
いつかね、お願いします、ね、そうかそうか、僕も本当ミュージカルやりたかったんですよ昔。うん、本当にいいですよね、やりたかったんだけどね、なんかね、はい、パントマイムとかね、いろいろね勉強したかったんですけど、全部独学でね、うん、あ、こんなやりましたね、あ、こんなね、こんな楽しいね、楽しいですね。なんかね、本当なんだろうな、お芝居ってちゃんと本格的にやらなくってもね、うん、何かそういうワークショップとかね、はい、やるとね、きっとね、うん、いろいろ面白いですよ、発見があって、自分自身の発見とかね、うん、僕今は山手線ちょっとぐるぐる回ってらんないんだけど、はい、もう時効だからいいだろうけど、学生の頃ね、暇な時に山手線ぐるぐる回ってたんですよ、はい、人間観察でした、うん、面白い、いろんな人がいて、へえ、どういう人かなとか、あの人はどこで生まれて、どういう育ち方をしてね、例えば男の人ならな、まあ3年前に結婚して2人ぐらい子供いてとか勝手に妄想してさ、はいはいはい、その人の人生勝手に決めつけてさ、そうするとああいうふうにきっとなるんだろうなとかさ、うん、思ってさ、楽しんでたこともあったんだけど、まあまあそういう、で、あともう一人の自分っていう存在がね、こう心理学的にもいた方がいいっていう、うん、まあ、自分がこう感情がぐじゅぐじゅしてる時に観察してる自分がいると、うん、なんていうのかな、負けないんですよ、感情に、はあ、そういうのってこう役者やってるとできるじゃん。そうですね、まあ、そういう感覚あります、ね、芝居やってるときは。そうそうそう、まあ、それがね、いるといないとじゃね、やっぱ実生活の中でもね変わってきたりして、高校演劇やってるときにできたんですよ。最初はね、あれおかしくなったと思って、失恋して泣いているのにもう一人の自分がその泣き方ねえやなとかと思ってる、いやなんでとかって戸惑ったんだけど、あるときすごい演出家の人に、いやそれすごいことだよとか言われて、でも心理学ではそういう存在があった方がいいっていうのもあるのでね、これはね、ぜひね、そういうこともね含めて、まあ、演劇っていうか、まあ、そういうものにもうちょっと、僕も今回舞台芝居の商業演劇っていうものの最初からまあ見させていただいたのは実は僕初めてで、はい、うん、映画はいろいろやってきて、映像の方はやってきたんだけど、なるほどなっていろいろね、ちょっとやってみてえなとか思ったりね、やっぱりもう一回やってみてえかなとかって思ったりね、そうですね、したりね、うん、しなかったりね。まあお芝居なんて本当にちょっと諦めたと思ってもいつでもね再開できる。セリフ覚えれないんですよ。あ、まあ、そこぐらいですかね。でもね、結構覚えたよ俺、バーレスのセリフ、あんだけ見てたからみたいなね、歌もだいぶ覚えたしみたいな。だからもしかしたら覚えれるかもとかって思ったりもしてるんだけど、なんかまたなんかちょっと機会があったらちょっとなんか一緒にやらかしましょう。ぜひぜひ、なんかやらかしましょう、ね、やらかしてなんぼやろ。そうですね、やったらかしだから。よろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。いずれディジュポ健康もちょっと、そうです、ね、ね、体験していただいて一緒に吹きましょう、はい、ありがとうございます。医師でした、ね、応援しましょう。ありがとうございます、はい、ということでまたありがとうございました、はい、ありがとうございました。30分ぐらいいっちゃった。多分そのぐらいいってます。